はい、じゃあオープンのセッションから参ります。今日はリリも出演しております。世界は大変なことになっています。これからどうやって生きていくのでしょうか。醜き支配と隷属の世界、夢も希望もありません。愛と正義は永遠にないのでしょうか。まあそういうご質問ですね。まず愛と正義はなくなることはなくて、そうですね、今日は若き日の時の量子力学のことをちょっとお話ししますが、愛は私は、まあ、私などいないのですが、一体であるというふうに捉えています。愛とは一体であること、正義というのは一体性から生まれたハートからのメッセージですかね。愛と正義ってなくなるんでしょうか。一体であるというのは素粒子の世界のことです。まあリリも僕もあらゆるものが素粒子でできていて一体です。でその一体の世界の中で人類が分離を信じたり自我を信じたり私とか他というものを信じるのは勝手なんですが、事実ではありません。すべて同じ素粒子または電子の海、それでできているのです。そして一体です。つながっています。これは科学的事実なので、変えることはできません。ですから愛と正義は消えることはないのです。逆に言えばそうでない価値観、自我の価値観、分離の価値観、喧嘩争い、そういったもので生きれば当然自らに罰せられるし、自らに目覚めろとメッセージを送られてしまうし、どうでしょう皆さん、そのようなことで世界の状況で心配だとしたら、自分が自我で生きたり分離、戦い、比較、競争、抜きに出るとか勝つとかうぬぼれるとか過信するっていう時、ちょっとしたことでもバチッとか当たりませんか。ちょっとしたことでもすぐにメッセージ来たりしませんか。来ますよね。これみんな来るんです。これ万物自然界全部です。自然の中で、一体の中で、愛の中で生きなければ必ず必ずバチ当たりますよね。過信したりうぬぼれたり、どうですか。これ世界中万民がそうなんです。そして宇宙はそれを安全ベルトとして愛へ、一体へ、正義へ戻そう戻そうとする。リリー行かないでせっかく映ってんだからね。窓っていうか YouTube の窓か何かにスタッフの人がリリを映したらしいんですね。で、かわいいかわいいというたくさんのご好評をいただいたので今日は出演しておりますね。うん、まあリリのおかげで毎日楽しいんですが、別の種族というんですかね、ワンマンたちとか猫ちゃんとか他の生命体と一体な思いで生きれる、分かり合える、本当嬉しいことです。同じ人間同士ももっとそうですよね。分かり合える、一体で生きれる、本当に素晴らしいことです。この別の種族のリリーやこのワンワンたちと分かり合えて一体で生きれるって本当に嬉しい、嬉しいです。人類はそういう世界を作っていく
必ず行けるし、なぜなら安全ベルトがあって誰でもが自らを罰するんですね。過信したり登れたり、人をやっつけたり滅ぼそうとしたり、支配しようとしたり支配されたり、忖度したりうまいことしたりしたら必ず自らを罰します。だって一体の世界なんだから、誰かを傷つけたり痛めつけようとか嘘をついたりいろんなことをしたりしたら、やっぱりちゃんとメッセージが来て罰が当たる。で、実はそのことを子供の時からそのように、父母からまた祖父祖母から習ってきましたけれども、それだけじゃなくて、18歳頃に国立、東京の国立の大学の先生がクビになって、その人は農学部の先生だったんですけど、18歳の時知り合いました。その人は農学部なのに量子力学をやっていて、怒られたようなことをおっしゃってましたけども、要は草食べてなんで肉になるんだっていうことで、彼は低温核融合がどっかで起こっているということで、量子力学をとことん勉強されまして、そのことがちょっと大学に気に入られなかったんでしょうかね。で、彼は自分の言うようなことを人には言うなっていうことで、いろんなことを家庭教師みたいに教えてくださって、僕は経営者でしたから青年実業家っていうんですかね。それで先生に資金援助というか研究にですね、それでその方の量子力学的技術を使って与論島にプリシアリゾートを作りました。ですから、プリシアに行かれたことがある方は、プールとかね、ジャグジーとか、ああいうサウナとか全部パイウォーターでした。本物のね、その後いろんなことあったと思うんですけど、本物のもう十何年間肉がその水の中で腐敗していない、エントロピー減少というか増大しないという性質を持っていました。そういう真の科学というんですかね、今は分子科学の時代ですけど、大事なのはその原子ですね。分子は原子でできている、それから想念とか心とかも電子で素粒子でできているというふうに私はその時お聞きしました。ですから物質というのは全部原子や電子でできていて、心もということは全部、簡単に言いますと一体でできている、愛でできている、本質でできている、一つである、つながっている、この宇宙全体。そしてその素粒子の性質は想念に非常に影響されると。これはヨガでもシディでも、当然皆さんがお分かりのように、その物質化するということですね。素粒子の世界では想念が物質化するということは、心も物質も、分子も想念でできている、素粒子でできているっていうふうに言えると思うんですね。みんな寂しがるよ、映っててくれないと。そういう、言っちゃった。そういう、なんていうのかな、ことがあるかもしれません。その心も体も全てが一体でできている。愛の法則のもとに、一つなる法則、一体なる法則のもとでできている。となりますと、やはりそう生きなければメッセージが来る。それはもう自然なことで、この世界の美しい英知というか法則ですね。で、
まあ、ご質問の中に愛と正義は永遠にないのでしょうか。永遠に愛と正義しかないんですね。だからそれに逆らって生きるというのはもうそれだけの大変な苦しみや辛さの中で人を支配するとかされるとか、もううまいこと抜きに出る勝つなんてことをやったらもう大変な、その方は苦しまれて辛い人生を歩まれてるんじゃないかと逆に心配になります。で、物質も心も全て、またそのなんていうんですかね、物質の、そのなんていうんですかね、そのこの世界を生み出す、要は素粒子の減少というんですかね、そういうものも想念に影響されるという中では、やはり人生純粋に愛で生きないとなっていうのが僕の若い頃のつくづく思ったことですね。そして、今世界が大変混乱の中にあります。しかし混乱してる人、仮に宇宙人みたいな人がいたとしても、みんな愛でできてます。一体でできてる。本人があの自我で戦ったり喧嘩したり殺し合ったり支配したりされたりしたとしても、その人は素粒子的に愛でできています。ですから自らがそこからぶれたら、それなりのメッセージをするだろうし、戻そうと気づかせようとするでしょうね。で、人類は間もなくそういうことに気づくだろうなという気はします。まあ、要は物質化現象というんですかね、自分の人生は自分の想念で作るとなりますと、やはり愛とロマンと安らぎで作らないと宇宙に合わない、この素粒子の海、愛の海に、愛の現れ、神の現れなんて呼んでもいいんですが、そういうものに合わないというふうに思います。で、一つこう、これはまあクローズされたセッションで、まあ、深くやりますけども、例えばですね、その証拠としてですね、まずあのこういうことが不安だ、ああいうことが不安だ、これは やだあれはやだとか、戦い、分離の戦いの中、自我の戦いの心理でいたとしましょうね。で、敵とか味方とかこういると、で、自分は不安になる、恐れになる。で、こっちが味方が勝ったっつったら、やったーって、で、敵が勝った、うわーっと苦しむ。で、これ自我のことなんですね。やった勝った、うわーっ、うわー、畜生はーっていう、こう自我の苦しみとの自我の喜びですね。で、この2つしかなかったら本当にこれ悲しい世界なんです。あの、その時にですね、あ、今私が喜んでるぞ、あ、私が悲しんでる、怖がってるぞ、これどっちも私ですよね。で、これ自我って言うんですけど、分離なんですね。万物と私が独立してるという、私という分離なんですね。で、その時に、あ、私って存在してないんだ、本当は万物は一体なんだと、愛なんだと、全て一つなんだと、私というのは観念で想念なんだ、だから私が苦しんでも私が喜んでも、どっちもこれは妄想で嘘なんだって気づくとしますね。そうすると私服が出てくるんです。それは私がいないということです。要は無我というふうに宗教で言いますね。無我無心、要は私と他がないんです。私などいなくて、生まれてなくて、生きてない、私など存在しないと。そうなりますと、勝った喜びでも負けた苦しみでもない、そういうのが一切ない、解放されてしまった一体の至福に、これ本来の幸せ、本来の至福なんです。万民が、死んだ万象全部がそうです。一体の中に、愛の中にいるときに安らぐんですね。
でこれ本当素晴らしいことで、でこれはものすごく量子力学で非常に合っていることなんですね。一体 で自我の恐怖や恐れがない状態です。だからそういう世界を作らない、想念によって深い深層心理によってネガティブな状況を引き寄せない、でかつ自分は修復でいる、幸せでいる。でもいいことがある幸せではないんですね。昔ハリウッドでレコーディングした時に、そのアレンジを担当した方がですね、僕の詩の中にいいことのない幸せっていうのがあったんですね。でそれで彼がいいことのない幸せってどういうことなの、彼なんか、何かトム・クルーズさんとかと同じような宗教をやってらしてる方だったんですけども、宗教なのかな、ちょっと僕もよく分からないけど、その方が、結構有名な音楽家の方なんですが、いいことのない幸せなんてないだろうとおっしゃられて、いやいやあるんです、いいことなかったら幸せじゃないだろうって方がおっしゃって、いやいや自我のいいことがないんですっていうこと、英語ではなかなか通訳の方も難しかったんですけど、多分これが東洋的なことなのか、要は自我の嫌なことも悪いことも消してしまって、自我のいいことも同時に、だから自我がなくなってしまう、私がいなくなってしまうというのはものすごい解放なんですね。ものすごい安らぎで、ものすごい安心感とふるさとと、そうすると子供の時の安らいだことの風景が出てくるんですね。でこれが本来の至福だと私は思っています。ですから世界が戦ってようが戦争が起こってようが何が起こってようが、星が落ちようが海が落ちようが、私がいないっていう心理状態というのは、私がそもそもいない、自我生まれてもいない、生きてもいない、じゃあ何があるのか、万物すべてと共にある一体の何か計り知れないものが存在する。で私とか自分とかっていうのは観念、ちっちゃい時からそう思い込んできたことというふうに気づくことで解除すると。その辺が何かねお役に立ててるか分かりませんが、大変なことが起こってくる、来ている、それがいいことか悪いことかっていうことがご心配なんだと思うんですが、まず一つのマースが言うこととしては、そうですね、全てが神の現れ、愛の現れ、一体の現れなので、仮に自我を信じ、分離を信じ、戦ったり支配したり連続したり、周りとあらゆる分離から悪いことをしたとしても、自らを罰しながら人は愛へ戻っていくと、そういう世界をになっていくための安全ベルトを宇宙が仕掛けてあると、自我は妄想だったと気づく愛の世界が間もなく来ると、私はまずそれに関してはそう思います。それから自分の幸せ至福っていうのは、その自我がないこと、存在しないと気づくことが一番、だから昔の賢者たちは無我とか無心とか自我の終焉とか私などいないとか皆さんおっしゃられたんだと私は思います。その自我が存在しないということは本当に幸せで至福で安らいで、どんな逆境でも乗り越えていけて、僕なんか逆境ばっかりなんですけど、それを超えてこれたのは、自分は存在しない、自分のものは存在しない、もう万物の一部に過ぎない、万物の公務員にしがない公務員に過ぎない、父は法務省でして国家公務員でしたけど、僕は万物公務員で、自然界の公務員で、真面目に万物の役を果たしたいとそのように思って生きています。私がないことが喜びだし、私がいないことが素晴らしいことだなと思っています。じゃあ
この深いところはまたクローズされた空間でお会いしましょう。それでは失礼します。